ポケモンマスタートレーナー2016。ボードは古いバージョンのままに見えるのですが、ルールを自作したのでしょうか？どっちにせよ強烈なコンポーネントだな。ルールはありますが完全版なのかどうかまだわかりません。すごいプレイルームだな。まずは、カードの確認。モンスターボールの中からポケモンの丸いカードが出てきます。登場ポケモンは初代ですね。伝説も初代だな。スタートポケモンの中にピッピやニャースがいるな。艦隊コレクションロールプレイングゲーム、第2艦隊エディション。すげえ、マニアックなチョイスだな。テーブルトーク RPG とか。今時のテーブルトークはこんな巨大フィギュアが付属しているのか、どうでしょう。コンポーネントは超豪華に見えますね。缶娘のカードはないのか、あります。マニュアルはあるんだ。プレイ可能に見えます。
アニメトップトランプ、ワイフバトルエディション、ワークショップのアイコンがこれです。すげえ、釣ってやがる。ちなみにわいせつな内容はありません。そして部屋の完成度が高いと思ったら、普通に実在の部屋を取り込んでいるみたいです。さあ、このボードゲームの山、どれだけ知っていますか？マニアならほとんど持っているって答えがありそうだな。この部屋行ってみたいです。あっちに移動したいです。行けませんか？ボードゲームファンにとっては天国なのか。いいですねー、よだれ。画像取り込みの視点はこの足元のようです。空中に浮かんだテーブルがシュールだな。では、戻りましょう。左から攻撃力、年齢、身長、体重、おっぱいの大きさ、魅力です。なんか、セクハラだって怒られそうなパラメーターだな。開き直りに、感動します。カードバトルはそれぞれのステータスを比較して、戦闘力高い方、年齢低い方、身長高い方、体重少ない方、おっぱい、大きい方、魅力大きい方が勝ちます。たまに星マークが付属しているカードがあり、それがあると相手に星がなければ無条件で勝ちます。かなり単純なゲームです。なんだ、このおっぱいデッキにロリデッキって。特殊な方面の日本語に精通していらっしゃるようです。追加機能で、カードにカーソルを合わせて ALT キーを押すとカードのアップが見られる機能があるそうです。それでは、一時停止するなどして各種パラメーターを堪能してください。アニメからの取り込みかと思ったら、ほとんど高解像度のイラスト取り込みなのな。リゼロまであるって、どんだけ情報新しいんだ、これ。そして、このゲーム、英語じゃなくて日本語でマニュアルが付属しています。
まだまだカードはありますが、残りは実物を手に取って確認してください。